コザンの砂糖、エタノール工場コザンは、ブラジルサンパウロ州に本社を置くバイオエタノールメーカーである。1936年に創業した。砂糖キビの生成が本業であったが、1980年代からサンパウロ州の砂糖キビ工場の買収を続け、会社を拡大した。砂糖キビを生成前の段階から買い取り、買い取った砂糖キビをもとに、 砂糖とアルコールの生産を行っている。世界中の砂糖の約5%、アルコールの4%を小山が生産している。サンパウロ州には50万ヘクタールの砂糖キビ畑と17の工場を保有しており、サンパウロ州における雇用のうち3万5000人を創出している。また、アシャカーネオとダーバラで砂糖をブラジル国内で販売している。小山の株式は サンパウロ証券取引所とニューヨーク証券取引所に上場している。2008年4月24日、小山はブラジルにおけるエクソンモービルの下流部門を買収した。この買収により、小山はブラジル国内における砂糖及びアルコール生産の地位の強化に成功するとともに、ブラジルにおける砂糖を微生産量の約10%に当たる5600万トンを 小悪することとなった。また、小山が運営する工場の数も23になった。ありがとうございます。